こんにちは。ゴルフスイングコンサルタントの吉田博一郎です。今回は地面反力を使えない方のケースをご紹介したいと思います。地面反力を使って飛距離を伸ばそうと思ったんだけれども、なかなかうまくいかないという方いらっしゃると思うんですね。で、そういった方に共通しているポイントを今回はご紹介したいと思います。今回は特にこのバックスイングで問題がある方、こちらをご紹介したいと思うんですけれども、バックスイングでずっとこうぐーっと地面を踏み込む、どちらかというとこう頭がこうぐーっと沈み込んで、まあ、力をこう溜め込もうというふうに考えられている方結構多いと思うんですね。足にぐっと体重が乗って、右足に体重が乗って、こうしっかりとダウンスイング向けて踏み込むぞということで準備をされている方、すごく力感が、ね、入っていい感じがすると思うんですけれども、まあ、この動きが地面反力を使うということに対してあまりいい効果を与えてないということになるわけなんですね。で、なぜそれがうまくいかないかということなんですけれども、まあ、バックスイングでこう踏み込む、沈み込むことで下にこう地面を押している状態になります。地面をずっと押し続けてトップまで行きます。そうすると、まあ、これは押しますから、やはり反力、返ってくる力が生まれるんですよね。で、この生まれてくる力というのは下ですから、次は上に行くわけです。そうするとダウンスイングの時に上にこう伸びる動きにつながるわけです。これを横にこう移動できればいいんじゃないかという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、これは横に移動する、ダウンスイングで左で受け止める、この低い状態で踏み込むっていうのは、なかなかこれ筋力がまた必要になってくるわけですね。なので大体の方はここで踏み込んだら次伸びるということは、こちらから見ると踏み込んだら次前傾が起きてしまうということになります。ダウンスイングで起きてしまうとクラブはこのように振り遅れてしまう、寝てしまうという状態になってしまいますし、前傾角度が起きてしまうので回転もなかなかうまくいかない、前傾角度をキープして振るということができないということで、まあ、多くのミスショットが生まれてしまうということになるわけです。ですからバックスイングの時に力感がすごく溜まっていいように感じる、プロもなんかこっちの方に体重乗せてるように思うんですけれども、実際はここでずっと地面を押し続けるという動きは、次の動き、ダウンスイングの動きに対してあまりいい効果を出さないということになります。ではどうしたらいいのかということなんですけれども、バックスイングの時には力が上に向かった方がいいんですね。それはなぜかというと、ダウンスイングで下に踏み込むという動きがしやすくなるからです。なのでバックスイングではどちらかというと下に沈むというよりは上に行く、力を上に向かわせる方がいいということなんです。上に向かってそれで下にぶつけていく、この動きの流れ、力の流れですね、これがしっかりと行うことでボールに対して力を加えていくということができるわけです。なので、まあ、ローリー・マキロイであったりだとか、まあ、バックスイングでちょっとこうふっと上にね行くような感じがあると思います。ジョーダン・スピースであったりダスティン・ジョンソンも右膝が少し伸びるような動きが入ると思うんですね。ずっとこのまま曲げっぱなしでっていう選手は今あまり多くないんですね。右サイドがこう伸びながら、右腰が切れ上がりながらバックスイングをすると、上の方に向かってそれをぶつけていくということですね。ヨーロピアンツアーのティーチングの巨匠のピート・コーエンなんかも、上に向かって力をこうぐっと向かわせて、そして下にぶつけていくというような、まあ、スパイラルスイングっていうんですけどね、そういうようなスイングを理論言います。僕も最初はこう上に行くっていうとなんか伸び上がりそうな気がしたんですけれども、まあ、実際ビデオを撮ってみると、まあ、この前傾の角度自体はあまり変わらない、でもこのように足が伸びるということで力がこういくだけであって、頭位置が起き上がったりだとかすごくこう伸び上がってしまうということはないわけです。
この足の動きだけで体がこう回転しながら力が上に向かっていくということ、これを行っていただくことでダウンスイングの踏み込む動き、これをしっかりと行って地面反力を使って飛ばすということができるわけです。なので今までぐっと力を込めてバックスイング沈み込んでたという方はちょっと逆効果になる可能性があるので、むしろ軽くですね、バックスイングの最初は少し地面を押してもいいです。押してその後スッとバツ重する、重みを抜いてあげるとクラブもサッと上がります。このまま低いとこうクラブを自分でこうねじ体をねじったりだとか手でこうやって上げる必要がありますけれども、一緒にフッと上げるということで非常に楽になります。力みも取れますし、力を下に向かうということができますので、ぜひこのバックスイングの上げ方少し変えていただいて、上に力を抜けるようにしていただきたいと思います。